4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.切れて眠たい。ほんまに眠たい。だけどね、カプセル車取らにゃいけんけんね。もうピャーっと起きてね。飯も食わんこれもうすぐ。まあこっからね、鏡石のね、駅だ。近いっちゃ近いんだけどね。これがね、あの鏡石というところの駅なんですけど、もう無人駅でからね、閑静な住宅街で、牧場の朝の街、鏡石ですね。なんかそういうところらしいんだけどね。まあ、まあね、ここ寄ってみたんだけどね、なんかね、Google の写真ではえげな感じだったんだけどね、ちょっとね、通りにくかったね、ここは。通りにくいって言うとね、もう途中で諦めてね。ここらまあね、まあ1時間に1本以上来るね、ここね。でまあ、朝の時間帯は1時間に2本か 3本は来るけど、まあ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 、ね、北海道の北浜駅に来るから、まあ割と忙しいところだったんだろうかな。被害者は抵抗するからです。抵抗されてる状態で心臓ひとつきです。おじさんはさっきの鏡石よりもね、食べておっただけで、こっちは見たんだけど、なんかでも障害物とか邪魔なもんがよくあってたんだけど、抜けが悪かったけどね。ほんでまあ、カプセルダメだったけど、まあ、ちょっとね、仕事を車を探して、近くに行ったりしたんだ。やっぱね、前よりね、切り取るみたいな、社会状況があって、やっぱり車が飛びやすい。全部これ揃わんじゃねえ、どうでもならん。カメラ回しやすいんだけど、まあ車が止めるところがないと関係したけど、ああなのばっかりじゃなくて、結局ね、結局これまたね、あっぱれ揃うんですよ。まあ、とりあえずね、もうあっこで諦めてやったとりあえず車走らそうかいうことで、東京へ向かってね、どこま
ってるからな。まあ行けるところまで行こう、行こうですね。まあもう横走るからさっぱりだから。その手前でセブンがあったけどね、まあ、ここで飯食うんじゃなしに、もう、むすびとサンドイッチ買うてね、もう、駅で張り込みしながら食えるようなものをね、こう、思って、買い物だけしたら、パパパーとね、ほんで、さっきのセブンがね、5、6分ぐらいのところで、藤代駅になってたんで、ここでまあ、貨物列車取れりゃなぁ思って、行ってみたんだけどね。で、まあ、ここを来てからね、まず一つ目の事件、安田さん殺害、取れるわ、いうことでね、ここなかなか、事務所で殺害されました。犯行時刻は15時、この時。気が済むのある張り込み紹介、もうね、やっぱりね、ここらまで来たらこれ何県なんかね、富士市はね、栃木県になるんかな、よう分からんのだけど、これら首都圏走るような東京駅でも見るよね、ここらまで来たらね、帰ってきたいうような感じするよね、まあまあ、見慣れた車両だしね、あがなんで、うん、もう帰ってきたいうような感じよね、帰ってきたらいたいって、こっから広島やったら全然離れとんだけどね、もう東京なんか何遍も来とるしね、もちろんね、ここらで来るのは初めてだけどね、やっぱここらはね、なんか東京で見るようなね、東海道本線の上の東京ラインも走ってほしいな、ここは。ああ、見慣れた光景だよ。
ところで、まあ、もう時間的にもね、はあ、もうね、夕方近い、夕方近いやったら、まあ、3人で、まあ、ここからね、車走らせてからね、川崎の方とかいいやんね、いい時間になるだろう、横でね。それでまたね、川崎の方行ったらね、貨物列車なんぼでもおるけどな、これ行ったらね、はあね、もう、田舎とは全然違うよね、あそこら辺行ったらね、もう東海道線も走るとかね、武蔵野線もおるしね、あもうなんぼでも貨物列車通れるしね、やっぱりね、さすがにああいうところで仕事がしやすいところだね、ほいでその途中でね、新金線の方のね、ここで貨物列車、貨物列車しか走らんの、専用のところなんですけど、行ってみたらね、あれだ草むしりしようね、ああやって見てからね、草むしりしようってね、あこう今日は走れんのかな思ってね、ほいでまあ、こうやって車庫とかへ行くしな、いやそれがね、ネットで調べてみたんや、新金線よって、ほいでね、走るのは走るやつ、ほいでね、ここね、ツイッターに上げとる人もおってからね、何時何分。何分にね、新小岩の駅を発車しましたかね、金町の駅をね、何時何分に貨物列車が、貨物列車よ、客車じゃないんだけど、貨物列車がね、金町の駅を何時何分に発車しますよ、ね、ものすごく詳しくね、知っとる人がおってからね、その人がツイッターに上げとってからね、これで、アホかと、俺じゃ草むしりが、草むしりが終わったら、貨物列車走るんだよ、これね、待ってよ。思ったね、その通りに来てたね、いやーやっぱりね、マニアいな、恐ろしいな、貨物列車の時刻まで、知っとるよ、じゃけもう、それがね、出発10分になり、10分前になりましたけど、ツイッターにあげるんだけど、すごいよな、これでまあ、これ、一本ほど取ってから、で、まあ、今からね、交わせてから行こうと。これがまたね、見えとる線路が何線か、場所はさっぱりわからん。大井ふ頭の近くね、これが。まあ言うてもここはね、おそらく、ね、前も走ったことあるんだろうけどね。今日2回目だろう。
実際ここからでも7年くらいそうだったけどね、何でしょうね、物価が高いもんね。車買うてね、普通の駐車場止めるのに、ね、月2万円の駐車場に、ね、月2万円取るの、ね、安いところに、広島だったら4000円よ。もうほんま物価が高うてね、まあ住むとこじゃないね。遊ぶのは楽しいけどね。ここでこの先ね、鶴見川よ、それ渡ったところに、ね、すぐね、お風呂の国ですよ、風呂屋がね、前はね、知って浴場言ってからね、知って3丁目か2丁目、3丁目だと思うんですけど、楽なのもね、昔ながらの銭湯があってね、安いところもあったから、もう潰れとってからね、潰れとったようなね、別に、まあ、今回知ったわけじゃないしね、もう、2、3年前、いや、もっとかね、もっと前から、はい、知ってよく潰れとったやつを、まあ、知っとったけどね、まあ、しょうがないし、もう、ここはね、お風呂のね、ここね、高いんよ、850円取るけど、ね、分かったところですね。やっぱりね、こういうところで、ね、もっとタコでも高い値段がない予算ですね。まあ、タコとかね、どうだったらば、まあ、150円次足したら、まあ、ちょっと、見慣れた高級や、懐かしいところでね。エレベーターがあるの。これでね、1階と2階が駐車場になってね、で3階がお風呂屋さんになってて、受付があってね、エレベーターで行こう思ったら行けるんだけどね、わしがねエレベーター乗ろう思ったら必ず3階にエレベーターがある。これで風呂入って1階降りよう思ったら必ずエレベーターが、ね、1階にある。いっぺんも乗ったことないね、あのエレベーター。あれ何なんかね、もう3階まで上がろう思ったら必ず3階にあるし、1階に降りよう思ったら必ず1階にある。もうちょっと階段ですか、行ったことない。いや1階ね、まあ、エレベーター乗ってみよう思ってもボタン押したんだけど、なかなか来んけん。エレベーターで行くわ、でも階段登った方が早いよ。で目の前にもさっきの対岸の川の対岸の方にもね、なんとかスパイでね、多分お風呂屋さんと思うんだけど、あれが何個か知らんけどね、あらほんとね、来るためにここに上げするんだよ、ね、去年来た時はね750円だったんだよ、ね、なんかね、最近石油の値段が上がっとるけどね、石油の値段が上がっとるんで、見上げさせてもらいますので、張り紙しちゃったけどね、で石油の値段が下がったらね、あんた値下げするんかいったら1000件ね、絶対値上げするときだけはね、あんた口座に売りつけてね、値上げはするけどね、石油の値段が下がったらね、値下げするんかいったら絶対1000件ね、もうそういう言い訳いらんけね、ああもう値上げするなら審査やで、ね、まあ、ああいうなんかで、ああいう言い訳するの嫌いないよ、なんか。もう、まあ、買って知ったるところじゃけえな。行くな、行くんだけどね、正直100円だって、ね、しょうが200円だって、しょうがね、そんな。はしたがりだよ、なんか。いいっちゃいいんだけどね、こうでも。ほいでね、今度ね、もう、僕らね、もう来たらね、必ず車で車中泊するたら、もう東大島なんやね。東
東扇島のね、あの宇佐美のところでファミマがあってたのよ。ここはね、トラックもね、いっぱい寝とるしね、もうわしもね、落ち着いて寝れるところないの、ここはね、もう現場で。まだ明るいんだけどね、もう、まあ疲れも溜まっとるいうのもあるからね。ほんで、明日またね、朝が早いんで、もう早めに先にトップラックが寝ちゃろうかよ、ね、トップならね、もう何度でも寝れる。まだ7時前だ。もうほんまここはね、もう懐かしいところでね、買って知ったるところだけ。もう別な変わったような光景もない。まあね、ちょっと作戦会明日ないでしょうかね。まあまあまあ、もう言ったようにこうね、東京バスガイドのね、企画もやらにはいけんしね。今日はね、麻婆豆腐とね、このメンマね、これ美味しかったね、これね、酒のつまみに最高だったよね、あれなんかね、初めて見たんだけどね。これで、まあ、よそのファミマの、なかなか民家ね。ここでまだこれ北海道のみをね、パソコンでね、3年前北海道で、ね、自分が旅行した分のね、まあ、まだ9時過ぎじゃね、もうほんまに疲れたということで、今日のところは寝ますわ。また明日も早いし、はい、また明日お会いしましょう。ご乗車ありがとうございました。